ございます。ありがとうございます。僕は5等分の花嫁でミクさんを知りました。こんなに可愛い子がいるのかというくらいの衝撃でした。人類史上最も可愛い子を発見したと思いました。それからピクシスを知り、萌さんを知り、今では萌さんのお宅になりました。ミクさんがきっかけで萌さんを知ることができて感謝しています。今日も萌さん可愛いです。あとミクさんおめでとうございます。あとあとあと、いや、 やっぱね、こうミクがきっかけでねピクシスを知ってくれてっていう、とてもね、うん、ありがたい、本当ありがたい。いやすごい、だってもうだって世界で一番可愛いって、人類史上最も可愛い子を発見したと思いました。うん、でそれからピクシスを知り、萌さんを知り、うん、今では萌さんのお宅になりました。もう何で負けたんだどこのどこのタイミングの何で負けたのかだけ教えてくださいこんなにだってね、結構人類で一番って言われるぐらいの衝撃を与えたはずだったのにそうだよ、何かの一手でひっくり返ったわけでしょもっと衝撃なものを見ちゃった見ちゃったってそれが何だったかだけ教えてほしいな。キナピクで見ちゃった。見ちゃった。キナピクでは、もっと衝撃なもの。これだってなった。俺の推しはこれだって。超えたものが。なった。